皆さんこんばんは、 DJ PPTR です。今週のアップでは超割引大量、はい、どうぞどうぞです。今回は、木曜日のねクイックアップデートというわけで、まあ修正のね部分ね、まあマネグリッチとかの部分とかと、あとはね割引されているものが来ているかどうかね確認していきました。スーパーカーの方はね残念ながらなかったので、これちょっとねカットしていきますね。で普段ね、割引されているものをパパったらあんまりねおすすめしてこなかったんですけども、今回は結構いいかなと思います。なぜかというと、例えばね割引されているものを購入しても後で売却しようとしてもまあ高額で売れないっていうのがあるんですけれども、今回もともとね売れない車両が割引されているということで、まあ手に入れる分には安い時に買った方がお得ということですね。結局売れないものならまあ安い時に買った方がいいかなっていう感じで、かなりの量の、航空機とかまあね、船とかね、そのあたりがねペガサス車両がかなり多いです。だからまあ欲しいものは今のうちに買っといた方がいいかなと思いますね。まあお金稼ぎね、これねなかなかできないよっていう人は後半の方でねお金稼ぎの方もね紹介してますし、説明欄で常にできるねものを紹介しています。まあそれをね参考にしてもらったらいいかなと思いますね。まずはねこのねまあアリーナの車両も確認したんですけど、ここはなかったですね。まあこの辺はまあしょうがないかなって感じですね。これ逆に割引来ると車両複製とかに影響出ちゃうので、まあこれなくてもよかったかなって感じですね。まあこっから先ですね、ペガサス車両、まあ主に航空機とかまあ金色の飛行機とかなかなかね高くてね買う機会はないと思うんですけども、割引されてたらまあ買ってもいいかなって思う時があると思います。まあパパテラなんかはこういったねものをね割引中にねまあ欲しいなと思ったら買ったりとか、撮影に使ってみたりとかっていうのは やったりしますね。まああの戦闘系のものですね、ペガサスでもね、サベージとかまああとバザードとか実用性のあるものは買っても全然いいかなと思います。ミッションとかにねかなりね使えますから、そういうの買ってもいいかなと思います。この辺のね航空機はまあお金がね結構ある程度あって余裕があって、でも、ちょっとねこういう乗り物でフレンドさんと遊んでみたいなっていう時に結構いいかなっていう商品ですね。まあこんな感じででっかい飛行機も買うことができます。そしてねもっともっとおすすめな部分はこっちの方ですね。やっぱりペガサスの中でも戦闘系ですね。特にまあレーザーとかね、まあ後から売れないもの、ハイドラとかもそうですね、まあ、持っていって損はないかなっていう、まあハイドラの方がいいのかな、レーザーは拾ってこようとも拾ってこれるけど、まあ自分でカスタムしたい人はね全然ねレーザー買ってもいいと思いますね。結局何がおすすめかというと、後で売却できない車両だからこそ割引の時に買うのがいいんです。そうなんです。というわけでまあサベージとまあバザードは持ってていいかなと思いますね。まあファテラもね持っていないアカウントにはちょこっとね買ってみようかなと思います。まあこの辺のラジコンのでかいバージョン系のやつもね、こういうのもね遊びで全然買ってもいいかなと思います。ロスサントスでねリアルバス運転手さんやる人はぜひ買ってみてください。このでっかいねバスの方でねリアルねバスガイドとかねプリケツ姉ちゃんいたら、それはめちゃめちゃ興味ありますね。ぜひやってみたいですね。はい、というわけでねまあこのねまあ、でっかいねこれ100万ぐらいのねあのタグボートとかもね普段買わないですけども、遊びで買えるかなって感じですね。まあこんな感じで割引かなり多いので、売れないものを買う分には割引中に買った方がいいですね。あとはジョブの方ですね、まあ2倍っていうのはねこれ探せばわかるんですけれども、敵対モードの中に今回あります。敵対モードね結構種類あるのでね、ちょっとカットしながらやっていきますね。まずはねこの護衛大作戦ですね、3名から12名でできるジョブですね。これ意外とやってみると面白いので、ね、ぜひやってみてください。マップの中に普段ねないオブジェクトなど結構ね置かれてしてますね。面白いですね。まあ、昔はねこのね護衛大作戦の中でね、まあ、大統領スーツみたいのがあるんですね。バッジがねアメリカのバッジがついたやつ、ね、あれ入手できたんですけど、今どうかな、まあできるかもしれないですね。あったらあの全てのね、コスチュームをね入手できるっていう方法、プレイリスト使うやつありますので、あれよかったら試してみてくださいね。それから下克上ってやつですね、2名から10名でできるジョブですね。まあこれもねみんなでやれば楽しいですね。基本まあジョブっていうのは大勢でやると楽しくなりますので、ライブとかでそういったね人を集める機会あったらぜひ参加してみてください。まあ今は主にセカンドチャンネルの方でライブやることが多いかなと思いますので、ぜひねチャンネル登録もお願いします。
というわけで、クイックアップデート後に一応ね、2つのね、マネーグリッチ、ソロマネーグリッチ確認しました。物件売却と車両複製、これできるので、よかったら、試してみてくださいね。まあ、物件売却のね、詳しい説明とかは、もう説明欄の方で、直接ね、やり方を確認した方がいいと思いますね。まあこれは準備の方からですね、結構ね、細かくね、説明したりもします。まあ120万ドルあれば、初心者さんでも手を出しやすい。そして、1回に50万ドルから150万ドル稼ぐ。そしてオフィスを含めれば1回で220万ぐらいね、稼げますね。売却制限がないので、まあ結構ね、一番1億ドルを入手できるね、方法のね、一番まあ近道かなと思いますね。そしてこのグリッチはね、1年ぐらいもう修正されてないです。まあ、厳密に言うと、まあ4回3回ぐらい修正入ってるんですけど、全てね、一応回避をしていて、現在もまあできるというわけでね、まあ一度覚えちゃえば長い期間できる可能性あるので、初心者さんとかはね、結構覚えちゃった方がいいかなと思いますね。まあすごくね、お金に困らなくなる方法ですね。まあぜひよかったら試してみてください。それから次に、まあ車両複製もこれも一応確認しました。タイミングとかもね、しっかりと守っていればちゃんとできるグリッチですので、物件売却とはメリットが違います。車両の複製はメリットが違いますね。もしもお金をマネー修正された時用に、まあ自分の複製車両を、まあ、溶かす、要は売却してお金にするといったね、対策が取れる保険ですね。まあそういったね、使い道、使い分けをうまくやってみて、お金の対策やった方がいいと思いますね。まあそんな感じですね。よかったら、やってみてくださいね。はい、 PPTR でした。